リトアニア共産党中央委員会があった建物。現在はデパートとなっている。リトアニア共産党は、かつてリトアニアに存在した共産主義政党。1918年10月初め、リトアニア共産党は、ビンツハス・ミツケビチュス・カプスカスラによって設立された。その後1926年12月、リトアニア当局によって、党活動が禁止され、 1940年にリトアニアがソビエト連邦に編入されるまで活動は違法とされた。1940年、リトアニア共産党はソビエト連邦共産党と合併することとなり、リトアニア共産党はリトアニア地域の会組織に位置づけられた。リトアニアソビエト社会主義共和国が建国されると、リトアニア共産党第一初期にはアンタナススニエチクスが就任した。 リトアニア SSR においては共産党第一初期が事実上の国のトップであった。また、党の第二初期には常にモスクワが指名したロシア人が就任した。1989年リトアニアでソビエトに対する抗議運動が起こる中、リトアニア共産党はソビエト共産党からの独立を宣言。1990年に リトアニアがソ連からの独立回復を宣言し、リトアニア共産党もリトアニア民主労働党へと改組された。なお、リトアニア民主労働党は、後にリトアニア社会民主党と合併している。リトアニア共産党の中で、リトアニア民主労働党に組みしなかった者たちは、ミリコラス・ブロケビチュスのもと、1990年から91年までリトアニア共産党に残留したが、 1991年、共産党の活動は、リトアニア当局により禁止されることとなった。しかし、活動外法とされている現在でも現ナジー、ジュガーノフの率いる、共産党連合イコールソビエト連邦共産党に加盟している。ありがとうございます。